スバルザ火災は、1953年9月6日、東京都千代田区有楽町のスバルザで起きた火災。有楽町スバルザの初代となる、この建物は、第二次世界大戦終結直後の1946年12月に、建設された、大規模木造建築の映画用劇場だった。当時、第二次世界大戦中の統制の名残と、GHQ の引き締めにより、 大規模な娯楽施設の建設は認められなかった。また、米軍による無差別爆撃への対策として、大規模な木造建築の心臓も禁止されていた。しかし、GHQ は日本の民主化を促進する目的で、アメリカ映画を風切り上映する大規模な映画館の設置を要求し、スバルザは都知事の特別認可という形で建設された。 開館したスバル座は、アメリカの豊かな文化を日本に伝える、映画館として、庶民に、夢と希望を与える場であった。しかし、終戦直後の物資欠乏の中、特管工事で建てられたその建物自体は、完全木造建築、内装も、合板張りというものだった。防災設備は、粉末式消火器が常備されているだけで、防拡角、シャッター、 スプリンクラー設備は愚か屋内消火線すら設けられていなかった。火災発生時にスバルザで上映されていた宇宙戦争の一場面。写真右端は主演のジーン・バリー。この日、スバルザでは劇場映画宇宙戦争が上映されていた。19時1分、A 社室の A 社技師2名が爆発音を聞き、覗き窓から確認したところ、1階の 掃除用具入れとして使用されている物置から火の手が上がっているのが見えた。映写技師は火災を直感し、直ちに映写を中断して、場内の照明を点灯させた。19時5分、出殺口の女性係員が消防に通報。スバルザの従業員は日頃から防災訓練を受けており、また戦時中の爆撃の記憶もまだ新しい時期ということもあって、 大きな混乱もなく、観客を避難させることができた。一方、何の出荷対策も施されていない合板の内壁にはたちまち炎が行き渡った。従業員数名が消火器で初期消火を試みたが、火星は強まるばかりだった。二階建ての観客席が吹き抜けの煙突の役割を果たしてしまい、炎は猛烈な勢いで建物全体に広がった。 発見から20分後に消防隊が到着した時はもはや手のつけようがないありさまだった。19時39分、沈下。消火の効果はほとんどなく全焼して燃え尽きた形だった。後の検証では出火場所は最初に確認された物置で出火時間は18時50分頃と推定された。しかし、この物置には普段火の毛がなく、 電気類の配線もなかった。清掃時に出た紙くずなどのゴミが集積してあったものの、放火の可能性も従業員の証言から低いとされ、出火原因は現在も不明のままである。この火災は戦後の混乱期に建築された建築基準法及び消防法に対応していない、いわゆる既存不適格と呼ばれる建物で発生した。この 既存不適格は千日デパートビル火災や太陽デパート火災など多くの犠牲を出す火災の原因になった。スバルザは既存不適格の解消には積極的で火災当日より近いうちに消防法対応のための改装工事が行われる予定だった。これが行われた後であれば全焼という事態は避けられたと言われている。一方で時期的なものもあったとはいえ、 従業員各員の起点により、1000人以上の観客、従業員がいたにもかかわらず一人の死者も出すことなく、避難を完了したことに対しては、高い評価がある。開館からわずか7年で一旦その歴史を閉じた、スバルザだが、跡地を含めた区画に、三菱住所が、有楽町ビルを建設。その3階が映画用劇場ホールとなり、 着席定員374名と小規模にはなったが、劇場の名は残され、2019年10月20日まで営業を続けた。ありがとうございます。